元北アイルランド代表。ポジションは DF、MF。2012年、プレミアリーグのハルシティ AFC に移籍した。2017年2月1日、チャンピオンシップのウィガンアスレティック FC にシーズン終了まで期限付き移籍することが決定した。ブルースはイングランド、アイルランド、北アイルランドの3つの国の代表資格を有していた。 アイルランド U-21 代表に選出され、2006年2月にスウェーデン戦で代表デビュー。2007年にはアイルランド代表に選出された。2011年6月、北アイルランド代表監督のナイジェル・ワージントンと会談し、北アイルランド代表へ国籍を変更することを決断した。アイルランド代表としてにキャップを記録しているがそれが、 いずれも親善試合のものであることから、フィファも国籍変更を認めた。2013年2月、マルタ戦で北アイルランド代表としてデビューした。父は現役時代にマンチェスターユナイテッド FC で DF として活躍したサッカー指導者のスティーブ・ブルース。ハルシティ FC では父親の指導を受けた。ありがとうございます。